歌川広重、東海道五十三次、箱根箱根塾と箱根関箱根塾は、東海道五十三次の十番目の宿場である。現在の神奈川県足柄下郡箱根町にあった。かつての箱根宿1880から1890年頃、新編相模国風土機構によると、現在4年に、箱根山に架か,かる、箱根峠と箱根関所の間の狭い地域に、設置されたとある。 これに対して古くからの箱根の町があった関所から小田原宿寄りの地域を元箱根と呼ぶ。これは関所設置に不満を抱いた元箱根の住民が本人の提供を拒んだため三島宿寄りに急遽人口の町を設置したためである。最初の住民は隣接する小田原、三島領宿場の住民を強制的に移住させたと言われている。箱根町箱根に現在残る。 小田原町、三島町の字は、この移住に由来する。また、小田原町は、小田原藩が、三島町は、三島大官所が管轄するという、領主をことにする特殊な統治体制だった。このような統治体制は、東海道53寺の他の宿には見られない。標高725メートルという53寺の中で、最も高い場所に置かれていたため、幕府も宿場の維持に苦心したという。 小田原宿、箱根宿、三島宿、ありがとうございます。